ケンブリッジ大学フットライツドラマティッククラブ、通称フットライツはイングランドケンブリッジで1883年に創設されたアマチュア演劇クラブでケンブリッジ大学の学生によって運営されている。オックスフォード大学のオックスフォードレビューと並んで多くの俳優、コメディアンを輩出していることでも有名である。フットライツの最初のパフォーマンスは1883年6月に行われた。 フットライツとの名前が選ばれる数ヶ月前にもグループは地元ケンブリッジの観客を前にパフォーマンスを行っている。メンバーたちはケンブリッジ大学アマチュアドラマティッククラブよりも幅広く活動したいと考えた。ADC は1855年に設立されたがメンバーはほとんどがトリニティカレッジの学生のみでさらに劇場の定員はわずか100人だったためである。 フットライツのメンバーは、メイウィークごとにシアターロイヤルでパフォーマンスを行うようになり、ほどなくして公演を一般公開するようになった。地元市は、クラブの活動について、学内全体から参加して、ケンブリッジの様々なクラスのメンバーから構成されていると述べている。クラブは1960年代にコメディと風刺の巣として急速に発展し、ディベートクラブである、 ケンブリッジユニオンを基盤に常設の本拠地を設置した。クラブはエディンバラフェスティバルフリンジで毎年公演を行うようになり、さらにビヨンドザフリンジのメンバー半分がクラブの出身者だったことからコメディ界のメインストリームに躍り出た。ビヨンドザフリンジは1960年にイギリスアメリカで劇場ツアーを行い、時事風刺激で大人気を博した。 1963年のレビューでは、ビヨンド・ザ・フリンジの足跡を追い、エディンバラ・ウエスト・エンドで公演を行ったほか、さらにニュージーランド・アメリカツアーも行った。アメリカでは、ブロードウェイや、エド・サリバンシン賞にも出演したほか、タイム氏には一面の批評文が掲載された。続く1970年代には、フットライツ出身のメンバーがコメディ番組の制作。 主演に関わり英国コメディに大きく寄与した。例えば Not Only, b ッ t オ l s o や e a h I'm Sorry, I'll Read That Again, A.T. Last The 1948 Show, That Was the Week That Was などの番組には、フットライツ出身者が数多く出演していたし、モンティ・パイソンやザ・グッディーズのメンバーも輩出するなど、フットライツはこの時期の風刺ブームに火をつけた。フットライツは、 総部以来男子部員のみで構成され、女子の参加は禁止されていたが、エリック・アイドルがプレジデントだった時代に、この女子近世のしきたりが廃止され、女子の正式参加が認められた。1980年代には、フットライツが再び英国コメディの心臓部となった。エマ・トンプソンや、ヒュー・ローリー、スティーブン・フライ、ロー・アイ・アトキンソン、トニー・スラッタリー、ペニー・ドワイヤー、 ポール・シェアラーが出演した1981年のレビューでは、エディンバラ・フリンジ・フェスティバルのペリーエ賞を初受賞したほか、その後大人気、大成功を収めたコメディコンビ、フライローリーを生むことになった。クラブ出身者には、エマ・トンプソンをはじめ、オスカーや英国アカデミー賞などの賞を獲得し、エンターテインメントメディア部門で成功を収めている人物も多数存在する。 現在、フットライツは英国で活躍する多くのコメディアン向けの教養学校としても認識されている。楽器を通じて、フットライツは恒例で大人気のスモーカーズを制作する。これはスケッチコメディとスタンダップコメディを組み合わせたもので、本拠地でもある ADC シアターで上演される。クラブでは演劇、パントマイム、スケッチショーも上演され、 少なくとも1回のレビュー公演を含み、通常春に公演が行われる。楽器外では、フットライツは国際ツアーを行い、新作をウェストエンドシアターやアメリカで上演する。2015年の国際ツアーでは、パリ、エディンバラ、アメリカ、カナダ、ケーマン諸島に舞台を広げた。ケンブリッジ大学を卒業後に成功した、フットライツのメンバーがリスト化されている。 フットライツ内で投票によって選ばれるリーダーはプレジデントとして知られている。副プレジデント、会計係、記録係などのメンバーがプレジデントを支え委員会を形成する。歴代のプレジデントには次のような著名人がいる。総部から1920年まで1921年から1960年まで1961年から2000年まで2001年から。 現在インフォメーションアバウトザ・フットライト・リベスデューリングザ・ファースト100イヤーズオブザケンブリッジ・ユニバーシティフットライト・ドラマティック・クラブザ・ピープルフーアピアードインゼム・ウィズエイフォーワードバイエリック・アイドルありがとうございます